お、皆さんこんにちは。おはようございます。モンスターハンターワイルズ。こちらの生放送が先日カプコンの公式チャンネルにおいて実施されましたが、その際に、ベータテストがありますよという話、アナウンスがございまして、で、そこで最低環境と、推奨環境のところかな。そちらの環境のところがですね、後日出てきました。で、その結果がこちらとなっていて、まず推奨環境のところは置いといて、最低環境のところもですね、出てきましたので、より具体的な内容が出ておりましたから見ていきましょうか。はーって感じなんだけど。で、まあかなり細かく書かれておりまして、なんか、いつからモンスターハンターってこういうゲームになったんだっけみたいな。そういったのを率直に感じてしまいましたが、まあ少なくともオープンベータテストの動作環境のところは、こちらがなければ、まあ最低と書かれております通り、かなり厳しいことがですね、発覚していると。またですね、PC 版の最低環境のところにつきましては、NVIDIA、こちらのですね、DTX、こちらもなんとですね、まあ、使用することができるそうなので、意外にね、ハードルは高くないんじゃないか、みたいなことが言われてます。また、AMD の 5600XT もね、使えますので、こちらもですね、かなり大きいのではないか、っていうことが言われてます。RX5600XT と GTX1660 スーパー。なんか、すごい分かりにくいよね、これ。これだけ見てみると呪文じゃみたいな感じなんですが。ここで重要となってきますのが、まあ、ベースとなってくるメモリ。まあ、メモリ、てか 16GB って言っても、もうちょっとなんか低くでもできそうな感じもするけどさ。けど、こんぐらいないと、パソコンがね、正常に動作しない可能性もあるので、まあ、ここも必須になってくるかな。で、まあ、グラボはこんな感じか。で、ストレージとか VRAM の方もですね、こちら公開となっておりますが、まあこんなもんか。で、推奨環境のところでいくとこんな感じ。おお、一気にちょっとこれハードル高くなるね。一応最低環境のさっきの内容でもですね、動作することが判明してるらしいですが、ただやっぱり、ウォント的なところではあるものの、これぐらいはないと、ちょっと厳しいんじゃねっていうことが、こちら記載をされております。おー、なかなか厳しいね。まあ一番厳しいハードルが、やっぱグラボのところかね。で、あとプロセッサのところはさ、ちょっとこれに関してはどうしようもないところがあったりするので、時期的にもね。まあそもそもゲーミング PC をいつ購入したのかってところでもね、関係してくるかと思いますので、ちょっとこれはね、どうなんだろう。ただ言っても最低環境とそんな変わんないからな、大丈夫か。まあそのような状況となっておりますので、この度は共有をさせていただきました。まあ要求されてるスペックはね、実はそんなに高くはないので、なんか思ってるより、あれ？ハードル低くないか？みたいなことが言われてます。あ、もっとさ、高いものを要求されると思ってたわ。これだったら俺の PC でもいけるじゃねえか。っていう方がかなり多いんじゃないかなと思います。で、もしね、PC をお持ちの方であれば、一度ね、ご自身のスペックも確認していただければと思いますので、意外にね、適合してる可能性もあるんじゃないかなとは思います。まあそんな感じでしょうかね。まあざっと見てみるとこんな感じです。まあ、ベータに合わせて若干下げたっていうのが、まあ、ここがね、最適解かもしれませんね。で、今回ベータテストが始まりますので、まあ、実体験版みたいな感じなんですが、これのまあ、状況によっては、まあ、さらにですね、調整が入るので、これよりさらに低いスペックでも遊べる可能性がワンチャンあるかもね。まあ、逆に高くなるっていうことはあんまりないでしょうね。あくまでこのベータテストをもって調整が入ると思いますから。はい。で、ベータテストに関しては、今回だけで終わるわけではなくて、おそらく未来日かな。まあ、何ヶ月後になるかわかりませんけど、多分2回目とか3回目とかもやる可能性もあるので、まあ、3回目はないか。多分もう1回ラストやって、
で、そこからまあ正式体験版がリリースされるみたいな感じかなと思っているから、まあ早ければ本当に来月ぐらいにもね、またベータテストあるかもしれません。まあそういった感じですね。で、今回応募し忘れていたっていう方が結構多かったので、まあ多かったというか、結局なんかどのハードでやればいいか迷ってる段階で応募なんてまだできなくねっていう状況かと思いますので、まあ、もうちょっと落ち着いてからね、実施していただければ、さらにまあ参加人数とかも増えるかと思いますので、とりあえずそこについてはカプコン公式の判断次第かなと思います。なんか環境変わりましたよね。初期はもっと性能高かったようなって書かれてる通り、ちょっとね、初期の頃というか最初ね、カプコンから出てきた情報忘れちゃったけどさ、なんかね、最低のところでもそこそこ高かったよね。まあ要求高くて予約がやばいから引き下げたな確かになんか思ってるより要求高くてさ、なんか直近のゲームの中だとなんかダントツでスペック要求高いんですよね。なんでこんな高いのみたいな、そういった反応されていた方が多かったので、あ、これはちょっともう無理かもしれへんっていうことで、ちょっとですね、カプコンとしても、まあ、最適化の過程で、ちょっとそのグラフィックとかなんかいろいろとね落ちてしまうけど、まあこうしとこうかみたいな調整が入ったのかもね。けどこれってさ、要求が低くなることが良いことかって言われるとそういうわけでもなくて、結局これってゲームの体験価値に関係してくる内容かと思っているので、これどういうことかというと、まあ、要するにその高い環境でゲームができなくてもいいってことは低いところに合わせてしまってるからさ、本来であればもっとパフォーマンス出せるのに、出さなくてもいいように調整されてしまってるので、なんか高スペックのそもそもゲーミング PC をもともと持ってる方からすると不利益というか、なんかそういったイメージですよね、簡単に言うと。まあその代わり多くの方が遊べますよみたいな感じかと思いますので、どうなんだろうなとは思いました。まあどちらとも言えないですよね、この件につきましては。まあ一旦ですね、そういった状況になっておりますので、まあ、今回共有させていただきましたが、ただこれね、PS5 とか Xbox でやるぜが、かなりですね、声が大きかったんですが、ただこれを皮切りにおそらくではあるけど、ゲーミング PC 勢、パソコンががさらに増えてくるんじゃないかなと思ってます。まあ一時はね、なんかパソコンがというか PC 勢がね、かなり多かったんですが、ね、いつの間にか、ね、この要求スペックが出た時点でめちゃくちゃ高くてさ、あ、これ無理かもしれへんってことで、パソコンがね、一気になくなった経緯があるんですが、今回逆にね、また引き下がったので、このスペックのところが、それを理由にですね、やっぱりゲーミング PC 最高だわっていう方がどんどん増えてくる可能性あるかもしれません。まあそんな感じですわ。まあ言ってもそんなにね、前回の提示されている最低環境と変わってない感じもするんだけどね。ちょっとね、うろ覚えではありますが、まあそんなに変わってはないと思いますよ。まあ若干緩和されたかなっていう程度でしょうか。ただ最低環境ってさ、ぶっちゃけなんかそのギリギリゲームができるよっていう環境、ただまあカプコンのその最低環境の目線がよくわからなくて、なんかギリギリゲームが遊べる状態なのか、まあ、それともギリギリヌメヌメ遊べそうな雰囲気がするスペックなのかわからないので、ちょっとそこのところ知りたいよね。結局なんかこれってさ、最低環境ってカプコンのさじ加減で決まってるわけなので、でこの最低の定義っていうところが難しくて、まあそもそもなんか正常にゲームが遊べるレベルの範囲内なのか、ないしはある程度その許容できる範囲のそのゲームのプレイ体験価値かなでの最低環境なのか、それともギリギリゲームが動作しますよ、もうギリギリっすみたいな、でロードも長くなるしたまにカクつきますっていう程度の最低環境なのか、まあどれを指しているのかってところでしょうね。なんかそれによってなんか話が全然変わってくるからね。けどなんか個人的な見解としては後者な感じがするな。まあわかりませんけど、まあそれも含めて今回のこのベータテストで試すことできるかと思いますので、まあ一旦それ待ちかな。現時点では何とも言えないですよね。ただ最低環境の要求されてるスペックは緩和されたっていうことと、あとまあそれほどですね高いようなハードルはあまりなさそうな雰囲気もするので、
まあ、以前からね、そんなにね、騒ぐようなほどなのかって言われてたけどね、最低環境のところは。まあ、推奨環境のところはさ、依然として高いんだけど、まあ、落差がすごいよね。はい、まあ、そういったところで、今日の動画一旦終わりましょうか。まあ、そういったところで、今回最低環境が引き下げがあったことが話題となっておりましたので、取り上げさせていただきました。以上です。お疲れ様でした。